さあ、ボックスやな。ボックスにエナメルカラーを買いに行かなかった。エナメルとあと、何やったっけ、ファレホやったっけな。ファレホっていいんやろうかなっていうところをちょっと聞きに行ってみよう。今改めて買ったやつをね、答え合わせしてたんやけど、あるな、ある。あったらラッキーやで、ほんまに。何万円って出しても買われへんもんが。確かそうやね。僕がね、ネット関係をずっと探ってる限り、どこの店にもないわ。どこの店にもない。どこの中古屋でもないもんがね、今日現状渡しやけどあってラッキーや。な、説明書コピーやな、説明書コピーして、ね、まあ、ちょっと、やってみようか。でね、またでかいのよ。でかいね。めっちゃでかいっていうとこは、出来上がった時のでかさがね、半端じゃないでかさや。確か僕もね、中学校ぐらいの時にね、買って出来上がった時、でかって思ったことあったもん。でかって思ったもん、ほんまに。まあ、そうやろな、10メートルから、10メートルぐらいある人が乗んねんからな。10メートルぐらいある人が乗るやつやから、そら、でかいよなっていう、それはあったな。で、もう一つのやつはちっちゃいねやんか。体押し込めて入るぐらいねんけど。でか。足とかでもめっちゃでかいで。ほんまにでかいもん、足。足だけでもでかとかって。なんか今頃になってな、まあ言うても1年、2年ぐらいかな。2年以内ぐらいね、一回やってんねんけどやで、こっそり。こっそりやってんねんけどやな。改めてまた手に入ったら、ちょっとこう、な、やってみたいやん、みたいな。にしてもほんまでかいで。コクピットとね、コクピットと、腕とか足やったら、コクピットよりか腕とか足の方がでかいもんな。でかい。すごいね、大味な気がすんねんけどね。大味やねんけど、気がすんねんけどね、よくできてるわ。できてる。でも今日は今ね、3時半ぐらいなんで、今日はもうそのまま、寄り道はナッシングで、ボックス行ったらそのままもうまっすぐ帰ろう。もう帰るの真っ暗なんて帰るのしんどいわ。まあ今日は出てきてラッキーやったなぁけどな。ラッキーやってずっと言い続けたるわ今日は。多分どっかの店かなんかに行った時にね、駐車場に停めてて、隣パッと覗いてる時にそれ見えたら、あっって思うもんな。僕でも思うもん、多分。何やこの人。ミラー畳んでんで。見て、バックミラー畳んだまま乗ってんで。見てほら、バックミラー畳んだまま乗ってんで、この人。大阪ナンバーやけど。バックミラー畳んでんで、ほら。バックミラー閉じとって気になれへんやろか。僕はすっごい気になるけどな、バックミラー閉じてんの。わざとやもん、ほら。ほらほらほら、ミラー畳んだまま行こうとすんねん、ほら。かっこいい思ってんやろか、あれ。京都の人、ちょっと変わった人多いな。京都の人は変わった人多いな、バックミラー見えへんかったら、車線変更できんやろ。蛇行してるけどよね。